私が守るんじゃ。鶴瓶の家族に乾杯。ゲストは松本潤さん。徳をもって治めるのが王道なり。大河ドラマどうする家康で徳川家康を熱演中です。おいやだ家康。大河の舞台愛知県岡崎市で松本さんは予想外の出来事に次々と遭遇。おすすめのご飯屋さんを探していると、ごめんください、あ、すいません、豪快のお兄さんが今紹介してる。誰が紹介してる？東海オンエアさんです。あ、東海オンエア、はい、出てきたな、東海オンエア。東海オンエア、はい、方のなんか街というか、家康と東海オンエアだったらどっちが有名ですか？完全に東海オンエアですね。すいません。東海オンエア、どうする松潤。幸せをありがとう、僕もいただきました。何よりあなたが元気でよかった。家康生誕の地でぶっつけ本番旅。松本さんは思いがけず予定を変更します。町の人と話すと、もう本当に東海オンエアの話なんですよ。なので僕はここから東海オンエアを探します。探すよ。自分のポスターがある。あ、ここはなんか市観光協会、観光協会あるんじゃない。行ってみよう、聞いてみよう。王道へ、王道へ行くの。行きます。こんにちは。あ、こんにちは。徳川家康にびっくりし、松井潤にびっくりするんだ。あ、いたよ、東海オンエア。やっぱりいてたよ。あ、すいません、なんか急に勝手に喋ってる。こんにちは。あ、そう言ってたの。コンポスターみたいな。あ、わかりました。お三方はどこから来たんですか？春日井から来ました。どこ？春日井です。これは愛知県だ。ここでこれをもらいに来ました。それなんですか？東海オンエアの。言ってました。何これ分かんない。本当ですね。東海オンエアがこの有名だから、それでこの町に来たんですか？そうですね、それしか多分むしろない。それうまい。あ、いっぱいあるわ。行ったことないです。行ったことない。何回か岡崎来てますけど、一回も行ったことない。俺行ったことない。来てよ、岡崎。徳川家康知ってます？あ、それは、はい。徳川家康生まれたところですよ。あ、知らなかったです。そうですね。そんな知りませんでした。え、じゃあ家康と東海オンエアだったらどっちがいるんですか？東海オンエアじゃないですか？マジで？マジで言ってますね。岡崎に限る。東海オンエア。まあ、まあ、あのスペース見たら分かるよ。すげえちっちゃいよね。そっか。はい、そ僕のポスター1個だけでしたから。なんすかそれ？なんかステッカーが入ってて、うん、あの、8種類ぐらいあるんですよね。もしかしたら開けてもらっていいですか？え、いいんすか？すいません。お、これどうですか？これは、どうですか？1500メートル牛。みんなが知ってると思うかよ。それはね、上手じゃないよ。これはほら、みんなが知ってると思う。すごいね、そんな好きなんだよ。何が魅力ですか？なんだろうね。面白い。面白い。はい。ずっと見てる。ずっと見てます。毎日。だって、あ、そのために旅行に来たんでしょ？そうですね。すごいね。そういう人多いんですか？はい。全国から来ていただきます。へぇ。沖縄からとかもいらっしゃいます。沖縄から？北海道から。北海道から。え、東海オンエアは街に出たら会えるもんなんですか？たまにです。私たちもあまり会えないんですが、うん、あのたまにここ撮影されてたりとか。会ったことある？うん、いないです。それはあんま興味ない。いや、会いたい。会いたいよね。俺も、いや、ここまで来ても俺もちょっと会いたい。会いたい。なんか連絡先知らないですか？そうですね、よくこの辺で撮影はされてるんですけれども、私たちもあの連絡先も知ってます。この辺ブラブラでロケやってたから。あ、もしかしたら、暴れん坊チキンさんならご存知かもしれない。暴れん坊チキン。
じゃあちょっと聞いてみますよ。暴れん坊チキン。ちょっとじゃあ一緒に行こうよ。行きましょうか。一緒に行ってちょっと。すごく言われたら探そうよ。部屋の連絡先を知っているかもしれないお店へ。
さっきも、もうちょっと真ん中の方っていうか言ってたんですけど、東海オンエアの女の子たちがめちゃめちゃ、あ、ファンのね、はい、ファンです。そもそもそうそう、東海オンエアの聖地巡礼って言って、はい、始まったのがうちの店からだった。へえ。そうなんです、実は。うん。大悟は東海オンエア知り合いですか？僕は店に来てくれたから知り合ったみたいな。100人ぐらいか。そう、登録者数がまだいなくて、うん、まだ YouTube 始めたばっかで、うん、始めたばっかの時に店にお客さんで来てくれた時に、うん、変な格好してくるから何やってんのって言ったら YouTuber ですって言って、YouTuber ってなんやねんって知らないから、うん、ほんでまあ話を聞いたら動画撮ってるんですって話を聞いて、でそんなら岡崎市をちょっと盛り上げるために一緒に協力してくれないっていうところから始まった。それで今あの彼が今岡崎の観光伝道師っていうのを、へえ、そういう立ち位置なんですね。そう、そういう立ち位置で観光アピールをしてくれてるんだけど、岐阜から来ましたとか、みんなもう北海道から来ました、沖縄から来ました、うちの店もそうね、みんなあっちこっちから、天国から来ましたね。一番遠い子どこだった？アイスランド。アイスランド、アイスランド、アイスランド、アイスランドから来た女の子いました、ね、めちゃ遠かった。僕行ったことありますけど、めちゃ遠かったあったよね。いや、東海オンエア会いてえなここまで来たら会いたいね。どうか今から。マジですか？どうか、連絡先知ってます？もちろん。じゃあ連絡してくださいよ。ちょっと俺も楽しみになってくるよ。なんか急に超さっき言ってましたね、めちゃいいやつだなっつってめちゃめちゃファン。マネージャー電話してたんだな。だからマネージャーもんね。で、うん、岡崎さん何やってる？うん。あ、本当。メンバー何やってんだろう今日？メンバーの外でサッカー企画みたいなやってるはずですね。うん、連絡取れ。今松潤さんがおるんだけど。マネージャーびっくりしちゃった。そう。ちょっと親に会いたいなって話が出て。よろしく。じゃあね。やったやんか。もう会えるかもしれないよ。さあ、ぶっつけ本番旅に戻りますよ。前から立っちゃってるから。前から立っちゃってる。あ、全然全然。いつか。はい。はい、すみません。失礼します。ありがとうございます。お待たせしました。三州岡崎味噌ラーメン。そうですね。三州岡崎味噌。いただきます。はい、どうぞ。はい、ああ。めちゃめちゃ岡崎ですけど、岡崎の味噌ですね、はい、初めて食べたかも。そのえ、そうです、八丁味噌のラーメン、はい、初めて。そんなんないよね。八丁さんご家族は？家族はね、今いますけど、あちらに娘と奥さんと、うん、はい、あ、ご家族でやられてるんですね。そうなんだ、はい、もしもーし、お疲れさんです。なんか喋ってんだよ。あ、本当。向かいます。待ってます。どれぐらいで来る？20分ぐらい。え？誰？20分で？何が起こる？来ます。こっちに。誰が？みんな。みんな？はい。東海オンエアですか？来ていいです。いや、もちろん全然嬉しいですけど。全然嬉しいということで。マジで？マジで来るで。はい、じゃあね。これおもろいよ。めっちゃおもろいよ。ラーメン食べてたら全員来る。人で4杯のラーメンを分け合って食べていた、お金のない時代から知っているので、とにかく可愛いんです、ということでございました。はい、そしてリーダーの哲也さんが嵐のファンなのを知ってて、だからもう何としてでも会わせたいと思われたんだそうです。いやいや、これが肝やって。いよいよですね。じゃあいよいよです。こんな感じなんだ。おやじゃん、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 ちょっと行こうよ。はい、行きます。ちょっと合わせたいでしょ、俺たち。合わせたいでしょ。どわー
んじゃないですか。ホログラムで合成だよね。ホログラム導入したんですか。イエス校舎。うわぁ、デジタリアもジャポニズムもアイハピも行かせていただいて、マジライブブーイングも12月の年末を見せていただいて、すごいガチガチじゃないですか。ガチガチのガチガチだな。いや嬉しいです。僕ら本当に目標とか何もなくやってたんですけど、唯一僕があの目指したいのが、アラヒさんみたいにここが活躍できるグループでありたいとずっと言ってて、はい、もう今日でおしまいでいいかもしれないです。みんなはどういう関係性なんですか。メガネの方以外は高校の同級生で、同級生。そうですね、同級生で。やろうと思ったきっかけは何だったんですか。最初はあの彼がこうこれネットとか好きで、まだ全然 YouTuber っていう言葉がなくて、そっか、そういう。9年前だと YouTuber って言葉なかった。はい、ないですね。今はもう当たり前だけどね。ちょうどなんかその海外で YouTuber みたいな人が出てきて、うん、日本にもちらほらいて、まあ、それを真似るっていう感じで、なんかちょっとやってみないっていう話をしたって感じで始まりましたね。まだミュージックビデオを見るサイトみたいなそんなイメージもないイメージだったね。面白い動画投稿してる人いるらしいですよね。不思議なことを父親が投影してるよ。そうじゃんってやったのがきっかけですね。すごい大事よ、こうやって会えて嬉しいですけど、まあ、こんなこと言ったらなんだけど、来てもらってて、僕はやっぱちょっと憤りもあるんですよ。この辺楽しく話しておいてなんですけど、家康公をね、一年やる身としては、やっぱり家康公に勝ってほしいから、国会前に負けてほしくないから。こんなぶっちゃけて言うてんの。なんか勝負しよう。何してんの？東大将となったラーメン屋ですから。1600年の天下
岡崎市の皆さん、この度はお世話になりました。ありがとうございました。